イラク、カイアラ。いわゆるイスラム国が2年間統治していました。最大2万人が支配されていました。戦闘員はいなくなりましたが、貴重な資源に火をつけてから出ていったのです。すべての油井がこうです。まさにイラク軍がちょうど道をこちらに向かっていたときに火をつけたと地元の人たちは言います。現在はイラク軍が町を抑えています。仕掛け爆弾や手製爆弾を撤去しています。IS が自分たちの施設刑務所に改造した家の中にいます。上の階でこうした看板を見つけました。この部屋には10人ほどあります。とても狭く窮屈です。天井は男性が立てるだけの高さがありますが、足を伸ばせる広さは全くありません。背中を丸めて膝を抱えて座るしかなかったはずです。中にはまだ寝具がいくつか残っています。ヤシン・アブダッラ。この扉にはこのひどい状態で拘束された人たちの何人かの名前の一覧があります。到着日が記してあります。拘束された男性たちがその後どうなったのか全く分かりません。跡形もありません。捕虜はどこにもいませんでした。カイアラはモスルからわずか60キロ。イラク軍にとって鍵となる勝利です。敵についてさらに明らかになりました。ここ丘の中腹の奥深くにイスラム国がトンネルや部屋を掘っていました。ここに戦闘員が隠れ、有志連合による空爆から避難していたのです。とても簡素なものですが、慌てて逃げた際に残した食料を見つけました。生活を楽にするための工夫も多少あり、ここには電気が通っていました。イスラム国はわずか2日の戦いでこの町を追われましたが、モスルをめぐる決戦はまだこれからです。